んにちは、モネです。今月もやってまいりました。毎月恒例の1ヶ月を振り返る手帳タイム。11月は皆さんどんな月になりましたか？終わりよければ全てよし、なんていうね、言葉もあるように、ラスト1ヶ月を気持ちよく過ごせるよう11月を一緒に振り返ってみませんか？7月からコーナーのように毎月1ヶ月を振り返る手帳タイムをしてきたんですが、今月からこのコーナーはちょっとラジオのようにしていこうかななんて思っています。というのも、嬉しいことに声が好きですって言ってくれる人が増えて、ラジオやらないんですかなんてリクエストをいただくようになりまして、でもなんかこう新しくラジオを始めるような時間と余裕っていうものが今の私にはないっていうことで、それなら自分のことを比較的話してたこの1ヶ月振り返りコーナーをラジオにしちゃえばいいんじゃないかななんて思い、ちょっと変えてみることにしました。今まで通り1ヶ月の手帳の中身は公開していくので、手帳の中身が気になる人もぜひ見ていってください。初めての試みなのでちょっとね、不安なんですが楽しんでいこうと思います。先日アップした質問コーナーが意外にも好評だったので、質問にも少しずつ答えていけたらななんて思っています。自己紹介も兼ねた質問動画はこちらの動画から見れるので、まだ見てない人はよかったら見てみてください。さあどうなるかまだまだ未知ですが、今日も楽しい手帳時間行ってみましょう。まずはマンスリーログから。私のマンスリーログはこうシンプルで面白みに欠けるので、ページをめくりながら私の個人的なトップニュースをちょっとお話ししてもいいですかね。今月頭にショートカットになったんですよ。マジで本当に個人的なお話ですみません。もうかれこれ5年近くワンレンのボブで、それ以前はロングとボブでこう行き来してた感じだったんですよね。私髪の量は多いし、毛質もすごい丈夫で、しかも癖もあって、風でね綺麗に揺れるサラサラなロングにすごく憧れはあるんですけど、私の髪質だと絶対ならないんですよね。髪がゴワゴワに見えるので伸ばしたくないし、でもちょっとボブは飽きたしっていうことで、今回ショートカットにしてみました。ですが私中学1年生の時初めてショートカットにして、その時めっちゃ大失敗してるんですよね。もう友達からはね、かの有名なイギリスのバンドビートルズって言われるし、ほんと自分でもヘルメットみたいで、もう鏡見るのも嫌だったんですけど、悲しいぐらいひどい髪型だったので、ヘアピンでねどうにかヘアアレンジして押さえつけまくってました。それからやっぱショートカットに対するトラウマがあったんですけど、幼なじみの美容師に相談したら絶対ストパーって言って、もう秒速で言われて、なんでストパーカラーハイライトトリートメントカットのクインテッドコンボをかましてきました。5つもこうメニューをしてもらったので、実に4時間半美容室にいました。ビフォーのね写真がないので比べようにないんですけど、個人的にかなり気に入ってます。本当は前髪もがっつり切ってちょっと少年みたいになりたいななんて思ってたんですけど、ちょっとチキっちゃいました。もしも髪の量が多いことや剛毛や癖で悩んでて自分のしたいヘアスタイルに挑戦できないなんていう人がいたら、マジでストパーおすすめです。私昔はこの髪型にしてくださいって言って一度でもなった試しがなくて、その通りに、それですごく美容室大嫌いだったんですよね。なんですけど、自分の髪トラブルと向き合ってくれて相談できる美容師さんに出会ってから、やっぱ美容室が楽しくなりました。って言ってもね、私は幼なじみが美容師だったので相談できましたが、もしね幼なじみが美容師じゃなかったら一生嫌いだったかもしれません。そんな幼なじみの美容師曰く、なんかちゃんと髪悩みやこう髪の習慣、どんな風にドライヤーかけてるかとか、普段のヘアセットとかどうしてるかとか、そういうものを美容師さんに話すことがすごく大切で、でヒアリングをちゃんとしてくれる美容室に行くことをすごくおすすめって言ってました。相性のいい美容師さんに出会ってない人はぜひヒアリングをしっかりしてくれる美容師さんを探してみてください。ちょっとねマンスリーログで使ってる文房具の話なんですが、今月のフリーページはキッタのチロリアンを使って飾りました。キッタのスリムはそのままラインとしても使えるし、
切って使うことでちょっとしたアイコンにも使えるので結構ヘビロテしているアイテムです。ここからはコレクションページのこと。コレクションページの先頭にも私はインデックスをつけています。私のバレットジャーナルは3つのセクションに分かれていて、1つ目が年全体に関わることで、2つ目がマンスリーログで、3つ目がコレクションページになっています。マンスリーログが何ページになるかわからないので、それだとこうコレクションページにページ番号って書けないじゃないですか。ということでコレクションページの先頭にもインデックスが入ってます。今月のコレクションページには占いの結果ページが増えました。実は10月末に友達と占いに行ったんですよ。皆さん占いとか行きますか？私は友達と年に1回ぐらい無性に行きたくなって行くことがあります。友達と行くと結構楽しいですよ。占いしてもらってる時は当たってるとかすごいって言ってこうなんかキャーキャーするのも楽しいし、終わってから居酒屋やカフェであだこうだ言うのもいつもとこう違う会話になったりするんで、イベントとして結構楽しんでます。大学の仲いい友達と旅行に行った時はスケジュールの中に占いを組み込んだこともあります。アラサーになると結構シビアにね気になることが出てきて、占いするとき結構前のめりで聞いちゃいます。そんな楽しみ方してるんですけど、いざね何を聞きたいって聞かれるといつも困っちゃうんですけどね。そして映画は鬼滅の刃見ましたよ、やっと。涙なしには見れないってこう10月に皆さんが教えてくれたので箱ティッシュを持参していきました。使ったティッシュをね自分のカバンに放り込んでたんですけど、劇場からね出た時自分のカバンがゴミ箱みたいでちょっとびっくりしました。彼は出番が少ないのにやっぱしっかり決めてくるね、前日にかっけーって言ってました。もう私は赤座の声優さんが石田さんだって知らなくて、もう劇場で赤座が出てきて声発した瞬間にえっあれってこうなんかもう止まっちゃって、映画公開とね同時に発表されたらしいんですけど、皆さん知ってて見に行きました？私本当に全然知らなくて、あれは心臓に悪かったですね。石田さんが今まで声してきたキャラがその一瞬でバーって頭に並んできて、赤座登場付近はもう石田さんに持ってかれてしまったので、もう一度冷静な気持ちで見たいです。そして今月はちょっとね大きい買い物をちらほらしました。年末年始はね財布の紐が緩みますね。 DJI ポケットとトフィーの電気グリル鍋が今月買って良かったものたちです。 DJI ポケットは今年1年のこう自分へのご褒美に買いました。これでね YouTube 撮影の環境がアップグレードされたので、もっと撮影が楽しくなりそうです。それにこうなんかこのカメラ YouTuber っぽくないですか？ Vlog のクリエイターさんがよく使ってるイメージだったので、なんだろうこう憧れなのかな、もう持ってみてちょっとドキドキしちゃいました。トフィーの電気グリル鍋は実はね鍋の時期が来たのに私土鍋を割ってしまったんですよ。そこで新しく買い直すことにしました。我が家にはこうカセットコンロがなくて、キッチンで作った鍋をテーブルに持っていくスタイルだったんですよ。でカセットコンロと土鍋買うなら電気グリル鍋のがいいかなって思って購入しました。煮る、炊く、蒸す、焼くができるそうなので鍋以外にも活躍してくれそうです。家にあるね料理家電っていうのかな、ライトグリーンが多いので合わせて緑っぽいペールアクアにしてみました。やっぱこうやって揃ってくると可愛いですよね。あと1ヶ月で2020年も終わるということで、2021年のマンスリーログを今作っています。実はこんなお便りが届いたんですよ。モネさんいつも楽しく動画見てます、何度も何度も同じ動画を見ることはハマってます、ありがとうございます。質問というかリクエストなのですが、ネットショップで販売しているバレットジャーナルリフィルは2021年も販売されますでしょうか？1年分などまとめて販売される予定はありますか？2021年もモネさんのリフィルを使いたくて、できればまとめて年末にセットしたいなというわがままなんですが、
作っていただけたら嬉しいです。忙しいとは思いますが検討してもらえればと思います。もうね、こんなの届いたら期待に応えたくて今急ピッチでイラスト描いてます。今まで1ヶ月に1回ネットショップで更新してたんですが、来年からは4ヶ月、半年、1年の3パターンを用意することにしました。1年分のものは2ヶ月分割引されるお得なセットにしようと思ってます。11月中遅くても12月10日までにはネットショップに公開する予定でいます。楽しみに待っててください。あとちょっとマシュマロのことも喋っとこうかな。これから1ヶ月に1回更新されるこの1ヶ月を振り返る手帳タイムの動画では、皆さんとの交流の意味も込めて質問やその月に話してほしい話題なんかを募集したいと思います。なんかちょっとラジオっぽいですよね。ご質問はこの動画の概要欄にマシュマロのリンクを貼っておくので、そちらからお願いいたします。ちょっとね、マシュマロに悩み相談なんかも時々いただくんですけど、結構ヘビーなものがあって大々的に言っちゃって大丈夫なのか結構心配になるので、動画で読み上げられても大丈夫な人だけぜひお願いします。今日の動画は11月の手帳の中身を紹介しながら1ヶ月を振り返る動画でした。来月からはいただいた質問もいくつか差し込んでいこうと思うので、概要欄にあるマシュマロから質問を送ってみてください。今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよっていう方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。